はい、さん妨害されてないですよね今回。私一回あの上がってるやつを一回あえて下げたんですよ。そしたらそれがカチッて上がって他のやつ下がってるやつ全部上げたら治ったんで。あ、ってことは配電盤にいる人が邪魔したってこと、まゆこちゃん目線。多分邪魔されてると思います。私あえて下げたんですよ、上がってるやつを。強すぎる。くるー、間違えた。初動を間違えた。初動右は弱え、特にクルーの時は弱え。紫、緑、黄緑、しまった。あの右行きたかったのに。ですか。まさかりさんがカフェテリアの右上のタスクの前で死んでました。あー10秒かな。でまあ一番直近で見たのがナファイさんでしたっけ、うん、ですよね。カキさんはウェポンのダウンロードを始めたんですよね、リアクターが鳴り始めて。そうですね、はい、15秒か8秒ぐらい経ってるタイミングから、うん、でその時僕は東屋さんと一緒にリアクター方面で走っています。はい、あ、じゃあそこでやるのは無理ってことが相互に証言できるって感じですね。あ、なるほど。最初手は分かんないですけど、うん、リアクターになってからは無理です。はいはいはい、なるほど、はい、うん、というか通ってるので死体があったら当然光るだろうし、うん、あ、じゃあ一応言うんですけど、柿さんとスナパイ的にリアクターに行ってる人物は犯行が難しいっていう認識はお互い持ってますかね。今回のリアクターを直してる人物、アドミンにいた人が上がって殺したとかはありえるかもしれないです。あ、だからリアクターに、を直してる人物です。あ、そういうことか、そういうこと。最後ね、そうですね、ゾニキさんとか違いそうだし、リアクター直してる人物は、ピカクロス、マユコ、センタンが多分3人同時到着で直し、あ、センタンさんが先到着で、マユコ、ピカクロスが後から入ってるから。あ、まあ、まあ、どっちにしろその3人は無理ってことでいいと思う。私多分一番最強についてます。大丈夫、はい、順番はそんなに重要じゃない。その3人は無理で1回弾きましょう。エレジーちょっと遅かったんで言うと、下から行ってたんですけど、ゾニキさんが下から行ってるのを目撃してますとだけ言ってました。そうです、4番手についてると思います。でその次エレジーです。多分下から行ってるんですね。下からです。だからゾニキさんを見てるのが多分僕が下から行ってると証明になるのかなって話です。あ、はい、そのスナパイさんが、あ、行っていいですか。はい、どうぞ。すいません、あのスナパイさんがカフェテリア通った時は通報ボタンは出なかったんですよね。そこまで注意してなかったかもしらんけど。通報ボタンは光ってはないですね。残りの人ってことなのかな、じゃあ今回は。あと、東屋さんと僕かな、話してないのは多分。東屋さんは俺と一緒に移動してる。そうですね。ああ、なるほど。やべ、脳死してる。紫、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、まあ、しゃっかりさんを見た人もいないんでしたっけ。来週目撃、うん、いなさそう。見てないですね。スナパイ、スナパイ、トーヤお互いに無理っていう証言はできるんだっけ。あと、マユコさんも無理だっけ。トーヤ目線だとリアクター中にスナパイさんが反抗するのは無理です。その前と、まあ、一番最後は分かんないって感じですね。あ、でもなんか多分リアクター行ってる時に光んなかったからって話ですよね。あ、そのカフェテリアウェポンから行って通って見なかったからその後じゃないかっていう話。そうですね、僕は真ん中を普通に走ってたらボタン出たんで。ああ、なるほど。あ、じゃあリアクターの後ですね。え、まあ、やっぱりだからそのリアクター今無理だ、全員弾きましょう。残り残るのが、あ、僕が一応言っておきますけど、僕最終位置エレクトリカルです。はい、うん、
一応スナパイが証言ができるのは、ナビゲーションデータ僕が下に行ってるということだけですね。だから僕が一応下下ってストレージ通ってアドミンの横のトの字抜けてカフェテリア行ってっていうキルをしてるなら可能。ね、カキさんがね、そもそもウェポンのダウンロード位置が終わっての発見だと思っていて、はい、そうです、ね、合ってる、それは合ってます合ってます。あのその場合ウェポンのイベントは使えないし、ダウンロードやってても、ウェポンを通って下から左に抜ける人影は見えると思うので、カキさんがアメリコさんを見てなければ大丈夫。アメリコさん目線であるとしたらあれじゃないですか、この字の弁当じゃないですか、この字の弁当からカフェテリアに行くって話じゃないですか、だからウェポンの弁当はあまりあれだと思います。確かにそれはありえるね、はい。まあ、LG 目線もゾニキさんが先に走ってるのを見て下から行ってるのでゾニキさん無理かなって感じです。僕は多分ゾニキさん見てるぐらいしか情報がないと思うんですけど、ただやるのは相当厳しそうな位置だろうなってことは一応考えてほしいって感じですね。ゾニキさんは見られてるっていうその位置的には合ってますよね。あ、まあ下から行ってるのは間違いない、うん、だとしたら LG さんも僕は無理そうかな。そしたらカキさんはアメネコさんローラで1色を釣れるっていう感じなのかな。じゃあアメネコさんでルラしますか。どうします。ルラするなら僕ボタン押しますよ。休みるわ。 OK、うん、でいいと思う。はい、はい、です。うん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 。青木、青木、青木オレンジ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 、紫。オレンジ、紫、水色、きオレンジ、お疲れ様です。はい、はい、急にところで青戸屋さん亡くなってました。で、右側に、走り抜ける、下から遠い、急にところから下に V の字でコミュニケーションの方向に抜ける人物を見ており、誰かまでは見えてない、わかんないです。で、誰だっけ、LG さんとスナーパイさんがアドミニのトンジンとこいたかな。はい、それは見てます。はい、なんで無理。停電直前ぐらいまで行ったかな。無理ですね。で、東映さんが先にアドミンからストレージ行きます。はい。センターからしたらその人物が容疑者だよね。はい。どう考えても。はい。センターさんちなみにどういうルートで入ってきた感じ？エレクトリカルか。あ、いや、センターの証言は後にさせてほしい。他の人が先に喋るべきだと思うから。はい。企画とか。の位置だよね。シールド、最後。だいぶ怪しい。うん、そう、だから一席に怪しいから一応センターさんの話聞きたかったの、はい、私は。まゆこはエレクトリカルにの停電を直した張本人です。あ、オッケー、合ってる。カチさんとアムネコさんがいたので2人でした。あ、オッケー、ありがとう、証言ありがとう、はい、だからゾニキさん、はい、コミュニケーションのダウンロードやってます。右回りでぐるで、ダウンロードやってる時に上に誰かが通ってた見てます。ピカクロさんだったっぽいですけど、私ね、一回コミュニケーション前の廊下行く途中で一回引き返してるんだよ、シールのタスクがあるってことで。うん、右から来たって話か。そう、右から来て戻って右ってことで大丈夫。そう、なんなら私はナビゲーションのところでゾニキさんと合流していて、先にゾニキさんが抜けていって、はい、私が後のはずなんだよね、タイミング的に。はい、で私は一回そのコミュニケーション抜けるときにはシールタスク残ってると思ったから引き返してる。うん、ピカクロスはそもそも、ピカクロス視点でゾニキさんに犯行が不可能っていう話を先に出すべきだったとは思いました。あとね、それがちょっとわからない。私がいなくなった後にゾニキさんが行ってやってるパターンもあるかなとちょっと思ったから。はい。ゾニキさんが上を通る人物を見たのはどんぐらい前ですか？あ、今ちょうどタスク終わったぐらいなので10秒以内ですね。10秒以内？じゃあ合わないと思います、時間が。犯人はストレージのドアぐらいにいるんで、多分ゾニキさんだと思います。マジですか？で、いいよね、多分。
ありがとうございます。はい、先端さんから私になるちょっと理由をもう一度お聞かせいただき、ストレージで発見し、ストレージの右の方向に抜け、はい、ドアぐらいで、その犯人とおぼしき人がいるんですね。で、該当者がいない人が、はい、なのでコミュニケーションまで行ってないはずなんですよ、犯人が。おー、で、そうだから、僕の証言に合わせようとして時系列を間違えちゃったのかなっていう風に見えちゃうという話です。あ、いやでもどうなんだろう、浮き位置が多分ピカクロスさんと私のあれですよね、その証言っていうのは合ってますよね、ピカクロスさん目線。そうだから私目線ゾニキさんかなとは思ってるがって感じかな。え、インポスターがってことですか。あ、いや、あの候補としてね、候補としてはいい、あのゾニキ、そうそう、上がるなっていう候補として上がってるけども、私目線のその上に通ピカクロスさんが通ったってこと自体は全くない。ゾニキさん一つ質問していいです。はい、どうぞ。ゾニキさんがその上が通ったの見えたっていうのは多分タスクしてない時ですよね。タスクしてる隙間から見えました。あ、隙間から見えたのか、うん、でピカクロスさん左から右に行ってる人物ってことですよね。左から右です。だからピカクロスさんが引き返し、タスク中に引き返してるってことは、タスク中にそう引き返してっていう可能性は結構僕あるかなと思いますけど、うん、あるって言って、さんとピカクロスさんに入った票って誰ですか。僕ゾニキさんに入れました。はい、私ピカさんに入れました。僕に入れました。はい、というわけで当事者であるゾニキさんとピカクロスさんがスキップを選択したんですね。はい、だわ、まだ分かんなかったからね。あ、じゃあ先端させるのに持ってってことじゃないですか、多分それは。いや、あの、なんていうんですかね、私目線、あの、先端さんが私を疑うのは分かっていて、で、私とピカクロスさんが白白で、かつもう一人の浮き位置がそのコミュニケーション以外に到達してないんですか。いないと思いますよ。アドミンの当時にエレジーさん、アドミンの中にスナッパー入れると、うん、マユコさん、そう、先端がスナッパーエレジーを証言しており、僕とカキさんは奥にいるから、わかんない。マユコちゃん見てないけど、停電をなした人物がいて、それがマユコちゃんという証言があるから、他の人は浮いてないです。一応じゃあ、エレジーさんがいたかどうかは見てはないです。白だからな。いや、マジで白だから。どうしたらいいですかね、うん、ちょっとボタンないから、うん、弁明というか、なんか、最初のキルが可能なのって誰だったっけ。スナパイさんとメネコさんと誰だっけ。ありがとうございます。はい、スナパイボタン押すならつろ今日。あとピカクロスの前で踊ったんですけど、右に逃げていきました。いや、逃げて、あ、ごめんごめん、あのスナパイさんの踊ってるのなんだろうなと思ったら、ボタン押してくれってことかと思って、私控えしてる。最初のキリで誰が可能なんでしたっけ。アメニコさんとアキさんとスナパイさん。え、いや、俺とトウヤさんは並走してるから。スナパイさんはでもその後は分かんないって話じゃなかったでしたっけ。うん、アッパーでゾニキさんに目撃されてるはずよ。あ、その前にやってたら分かんないと言ってるから。いや、ちょっと先端と一緒に O2 ナビゲーションまで抜けてるじゃないですか。うんうん。覚えてませんか、先端。まあ、覚えてる。いやです。あの、トウヤさんがその後、前か、後だったら分かんないって話だったと思うんで。後だったら分かんないも一応言ってた。言ってたんでっていう話です。はい。カキさんがダウンロードを始めたとき、僕はウェポンにずっといて、で、アドミンか、ウェポンの下から上がってくる、トウヤさんと、ウェポンからずっと並走しているので、犯行が不可能という話で。まあ、確かに、その時間軸だったら不可能。で、トウヤさんの証言とは別にそこは一致してるから。はい。うん。一旦いいかな、スナッパーを置いといてって思ってる。じゃあ、ローラーします、ゾニキピカクロスで。あ、で、カキさんってさっきどこ入れたって言ってましたっけ。ピカクロスさんです。おお。あと一あれピカクロス2票、はい、ゾニキさんに2票、あとスキップだってね。ピカクロスさん2票です。あ、そうなんだ。直近か。直近前はスキップ。ゾニキさん3票です。ちなみに一応言うと、先頭さんのセリフは追わないって感じであってますか、一応。そう、それが。そう、それも含めて、センターさん黒だったらマジでやばいし、私が白であるからこそ、それがだったらやばいし。その、アドミンにセンターさんに。ピカクロスさんゾニキ白白、先端さん黒だったら終わるって。一応だからそこは確認したかったなとは思うけどって感じかな。なんか議論が強引に進んでる気がして。一応 AG スナッパイは先端さんがアドミニムナ見てるけど、そのレポートまでの流れって絶対言ってないとは多分言えないと思うので、お互いに。じゃあそこだけ一応って感じです。先端怪しむならピカ君からだと思うよ。先端がゾニキさん押してるからね。
あ、確かに。あ、え、これスキップしましたけど。スキップした。あ、どう？つぬきさんスキップするんか。じゃあもう無理ですね。うん。まだ運だったら。対策してもいいけどね、624。ってか、62って対策できますよね。アクシロー1を。あれ。カル組は無理なのかな、わかんないけど。先に。さあ、あれ時系列合ってないな。はい、NG です。あー、マジこんな死んでんの嘘。NG さん、スナパイです。はい、どうぞ。最後エレクトリカルの中に私入ってて、はい、その時に、センタンさんの死体があった。ちょうどマジですか。一応言うと、死体は、セキュリティでスナパイさんがやってるのを見ましたぐらいしか言えないです、僕は。ん、アメリコさんどういう投票した？え、スナパイに入れた。理由は？スナパイがめちゃくちゃ怪しい。なんで？あー、アメリコさんですね。ピカクロスとマユコをどうやって説得すべきか。あ、オッケー。ごめん、嘘。他の人に、スナパイ、スナパイ、他の人に入れてるんだけど。え、本当に？誰に入れてんの？ピカ君。え、だってさ、センタンとゾニキさんが死んでんでしょ。容疑者ピカ君しかおらんくらい。違う、ピカクロス、ちょっと待ってくれ。あ、うん、俺ね、トの字にいたエレジーさんを目視はしてないんだわ、ストレージ時。え、スナパイ、スナパイ、それをすらされるとスナパイだと思っちゃうから答えてほしいんだけど、はいはい、さっきの容疑者ってセンタンかゾニキかピカクロスだったじゃん。はい。だから、ピカ君じゃん、今日はもう絶対。うん、だから何度も言うようだけど、トの字にエレジーさんがいたのを目視はしてないので、センターが見た影がエレジーさんの可能性はあるよって話。そういうことだよね、言いたいのは。はい、さっきのってこと？エレジーさんがこの後に及んでピカクロスにもスナッパーにも投票していないので、アメネコさんが本当にピカクロスにいたかどうかはめちゃくちゃ怪しいです。マイコさんとピカクロスを説得してエレジーさん投票に促したい。え、マユコ、じゃあマユコちゃんとエレジーさんに言うんだけど、スナパイがインポスターに見えてきたから、はいはい、え、さっきのってゾニキさんとセンタンとピカクロスが容疑者でしたよね。まあそうですね。で、僕目線そうで、でスナパイさんが多分僕を黒っていうのは黒かもっていうのは、アドミンにさんいて最後の時に、僕がいなくなって殺したんじゃないかって説なんですけど、あ、先頭先にいなくなってるんで投票したいね。投票スナパイさんにいます。僕はスナパイさん、ピカクに入れて、ピカクに入れないと僕ピカクに入れちゃってるんですよ。あらら、負けですね。あ、これ僕ボタン押すんで他の人、あ、僕ボタン押してないよね。押してない。他の人、あれ直していってください。ダメだ。エレジーさんやと思うよな。混乱してますね。助かったと思うんだけど。どうですか。それです。うまいですね、キルがね。うまいですね。停電対決。あ、難しかった。いや、そうか。停電対決。ノーラのパターンくらい分かんなかった。
ナイス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 。まあね、あの LD さんが来てて妨害されるかなと思ったんで爆速で直してありましたわ。かっけーマユカ。それは待って待って、ちょっと待って、それ一応同じことが言えるんですけど、まあマユカさんは高すぎるわけじゃないけど、僕も同じことが言えて、5人2ローだから絶対負けるから、あの爆速で直しに至ってだけなんですけど、行かなかった。マユコちゃんが直したっていう主張ね。マユコちゃんはね、はい、私直しました。 LG さんは LG さんが直したっていう主張するんですか。あ、僕は見てました、うん、だからマユコさんが直した見てたので、マユコちゃんが直したのは確定ね。あ、確定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 、うん、だからで、僕がボタンを押してるので、僕とマユコちゃんじゃないでいいですね、一旦皆さん。じゃあスナパイピカクロスの関われないです。はい、うん、じゃあ今日の今日は私かスナパイさんってことは、メネコさん目線で言いたいのは、いや別に、さっきの投票あるべきで、僕がピカ君に入れてる、あとピカ君に入れたの誰ですか。はい、私です。で、LG さんスナパイに入れてて、ごめんなさい、僕は目の前で切って抜いちゃったんで入れちゃいました、ごめんなさい。あと、LG さんがスナパイに入れてる、はい、スナパイが LG さんに入れてるのか。ね、あのね、はっきり言う、はっきり言うか、俺からどうしても主張がある。そもそも二郎絶対残ってるんですよ、釣ってないから。うーん、でこの状況で、エレクトリカルを直しに行く中に犯人は絶対います。それはそう。じゃあ僕、はい、あ、それも含めて僕ってことですか。マイコさんが絶対ありえないので LG さんです。ピカクロスは途中で引き返している。私はボタンのそばにいた。マイコさん妨害されてないですよね、今回。私一回上がってるやつを一回あえて下げたんですよ。そしたらそれがカチッて上がって、他のやつ下がってるやつ全部上げたら治ったんで。あ、ってことは配電盤にいる人が邪魔したってこと。マユコちゃん目線、多分邪魔されてると思います。私あえて下げたんですよ、上がってるやつを。強すぎる。LG さん触ってないって言いましたよね。触ってない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 。それだったらちょっと前に怪しくなって、ごめんなさい、ちょっと待って。私 LG さんに先に入れたいです。 OK、 LG さんに入れるわ。マユコちゃん死んでる。それはどういうこと。あ、ごめん、これ今私変な投票した。俺もスナパイさんに入れるしかないんだけど、それ言ったら。どういうこと。多分ね、私自分に入れた。どういうこと。あれじゃないですかね、あの多分ね、クリックがね、ギリギリ斜めの分で見つかったと思う。これでマユコちゃんがインポスターだったらゲロ吐く、マジやばいぞ、うん、俺は結構アメリカだと思ってるよ。ないよおないよは笑うわ。除血がおった。ボタン押してるからそうなんですよね、ロックが外れなそう。ないよはおもろいし。待って、リアクターいかない。やばい。タスクがちり。押せた押せた。はい。てか、タスこれタスクじゃないんだよ。アメネコって上にいた？上にいたっていうのは何？ヤクタの。いないよ。あ、いないんだ。僕らあのメドベイ最後タスクあったから、今終わらしてタスク完了です僕は。オッケー。はい。タスクだってあとどれぐらいだった？もう短いよね。タスク終了でいいんじゃない？あ、あとで、あと多分ね2つ。うん。私が多分2つ残っているので。そう、押せでしょ。頑張れ。したのに。いや、ちょっと微妙かもしれない。ガクロスさんも LG さんに入れようとしたので、押せたはちょっと面白い。正直、あの、離れてたような記憶があるので、かなり締められたりしたら間に合う自信はないです。あ、でも、あれだよ、リアクターとか鳴ったら閉まらないし。でも怖いっす。多分ワイヤーが残ってるんですけど、多分飛ぶと思うんですよ、まだ1段階か2段階かだったんで。ってか、あのさ、そもそもカフェテリアの死体の話に戻って申し訳ないんだけど、うん、はい、あれをキルができる人物ってもうアメネコしかおらんくない。いや、ボタン押さない。ボタンでいいと思ってるんですけど。てか、そんなこと言ったら、だからセンターのゾニキピカクロスしもうピカクロスしかいなくないんだし。いや、それが LG さんだったパターンがあるってスナパイさんが言ってるやん。そもそもストレージのキルの件は LG さんの可能性が出てきてしまってる。ない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 。だから仕掛けで押してきてるアメネコさんが私マジでわからんよ。だってスナパイさんのそ、あ、喋らして。スナパイに言うね。スナパイに言うね。スナパイ、じゃあ LG さんと僕が言い方だったら、昨日僕がそれを拾って LG さんにシフトする必要がないっていうのが一つと、そもそもスナパイに集めるって日にマユコちゃんを説得して僕がピカ君に振って LG さんがそれでもスナパイさんに入れる意味って何。あれなんですよ、残り5人で二郎の盤面でアメネコさんがボタンを押してくれてる時点で、そうボタンを押すのが結構ありえないと思う僕は。だから私としてはピカ君さんしかないです。あーね、あー、そういうことか。ダメだな、ダメだ。
私は助けを得る自信がないです。かなり積み上げられてると思うよ。あおはあ、ごめん、だったらスキップしてくれよ。なんでだよ。なんでだよ。おお、すげえ、レベル高すぎ。まゆこちゃんよく見てたね、ボタン。ボタン1個下げてみたみたいなやつ、すごいね。いやー、最大みたいになってきた。最大でしたね。最大でしたね、最後。最後最大でしたね。すげえな、それ。いや、はい。いや、多分絶対下げてくるとは思ったんで、じゃあ、もちろん。じゃあ下げよう。じゃあ、逆に私が下げれば、上がると思ったんで。あえて下げてみました自分で。このせいで爆速で今のおもろいな最後。いやいられて、いやよかった、めっちゃ怖かったっすよ。3キルの部分なんですけど、3キルの部分なんですけど、正直誰殺すかってあんまり考えてなくて、ピカさんが一人でも殺してれば、僕全部3キルしたんですけど、一人でもやってたら勝ちだから、まあ一人選ばない方がいいかなって思って、あえてその場合先でかったんですけど、いなくて。ね、私がキルできなかったのが一番良くないですね、最後のやつで。いや、そこまでで黒位置ついてたから、俺が絶対動くべき で、左に死体が寄ってたんで、全然やれる位置だったんですよ。だから、そこであと、やっぱりエレクトリカルのマイコさんと、あとアメリコさんの議論での、あれが、爪がすごい強かったです、本当にもう。まあ、私がセンタンさんの死体見つけて、門番しちゃったんですよ。あー、なるほど、ね、申し訳ね。そうで、結局スナパイさんになすればそのちょっと勝ち筋あるかなと思って、僕は今まで全然黒い要素ついてなかったんで、だからそこでうまくいけたらと思ったけど、本当に議論での詰めがお見事でした。本当に皆さん強かった。ごめんごめん、てきり意見変えてよかったわ。危ねえ危ねえ危ねえ、よかったよかった。今の最後おもろ。でもまゆこちゃんの何がやばいって、下げられてもから自分から下げたっていうのがそれね、一歩間違い、エレジーさんがいやまゆこさんに邪魔されたって言ったらどうしてたんだろうなって思って。そう、ね、そこも間違えましたね。ただそのボタン押されちゃったんで置きに行くべきかなと思って、いや僕動かしてないですみたいな、見てました。いやー悔しいな、最初のキルとか全然疑われなかったからすげえいい感じだったんです。いや、そう、あれ超良かった。2キル目までマジで見事でしたね。あー、カフェとストレージっすか。あ、両方ピカクロスです。あれ、ゾニキさんとなんで時系列合わなかったんだろう。本当にシールドまで行きました、ピカクロスさん。私はそう、あ、行ってないっすよ。そうですよ、ストレージですよ。あ、だからそのさっき言ったあれで、ゾニキさんが見た時からさらに下通って引き返してたら見えなくなるから、その後に目撃されてるっていうパターンはあるんじゃないっていうのはずっと言ってたの。だからまさにそれだったんだと思った。ちなみに私ゾニキさんが言ってる通り、私はコミュニケーション廊下を通って、東屋さんがいたからキルをして戻ろう と、コミュニケーション廊下に入ろうとした瞬間にリポートが入ってる状態だったんで、さすがにその話をするわけにはいかないから、シールドにずっと残っていましたっていう話をしたって感じです。そしたらゾニキさんが ね、そう、ゾニキさんが通ってるって見てたって言われちゃったんで、ああ、それ私聞き返してますよっていうことで嘘をついたって感じでした。いや、本当は僕がそのアドビンを寝て、実はストレージの右のゴミ捨て場の近くまで行っていたんですけど、センターさんが左でレポートするタイミングで、でそこで見たんですけど、当然やっぱ言わなければ、ピカクロスさんバレな、ギリギリバレなそうだなみたいな感じだったけど、LG さんがね、実は そのタイミングですれ違ってたって感じでした、ね。そう、そんな感じでした。いや、ローラー飲んでもまあよかったのかな。あ、読んでもよかったです。の方が良かったですね。うん、あ、そうですね。で、僕としてはもちろん、絶対ゾニキさんが釣られちゃうとピカクロスさんまでローラされちゃうと思ったので、絶対にスキップだなって感じで、コソコソしてました。それでか。いや、これ勝てなかったの悔しいな。いや、申し訳ない。いや、リベンジって感じだったんですけどね。いや、あとちょっとだった。申し訳ない。強かったです、スクルーが。いや、でもいいキルばっかだった、マジで。マジで怖かったっす。いや、個人的にはぶっ飛んでると思うわ、その下げるっていう行動。それが全てだよ、本当に。それのおかげで爆速で直ったんで、タスクが、エヴァジンシーが。そう、あれなかったら、多分カチカチバトル負ける気しなかったんですけど、うおーみたいな感じで。いやー、ついてきてるのが目に見えてたので、もうカチカチバトルで勝つしかねえしか考えてたなかったので、多分タスク開くときに右とかを押すんだったら、まあ右側から下げに来るかなと思って、一番右をこうパチンと出て下げて、いやー、マジかー、真ん中3つを全部つけて、したら一番右がタイミングよく上がってくれて、すごいですね。いやー、まさにその右利きなので、その通りです、まさに。
かでかいよ。でもだってエレクトリカルになった瞬間、いやこれ負けたかもなと思ったら治ったから治った。いやそうです本当にもう勝ったのが母でしたよ本当に。もうあの瞬間はもう、よかった、めちゃくちゃ緊張してました。やられた。いやでも悔しいけど気持ちいい負けでした俺的には。ピカクロスさん申し訳ない、キル選べなくて。まあ、あの私がキルできなかったのがいけないです。ありがとうございます。今回はさっきよりもあのキルが 1,2 個目両方ともピカさんがめっちゃ潜伏してて、うん、しかも今回あとちょっとまでいけたんで個人的には悔しいけど楽しい負けでした。ナイファイ、楽しい。いや強かった村が。次行こう。あてか、これ、はい、あれですよね、ストレージちょっとこれ見てほしいんですけど、はい、ここありました。センターが見たい。僕これを見たんですよ。あ、これ犯人映ってるんですけど分かりますか。ええ、いや分からないです。えこれなんかスナパイさんの左の方ですか。スナパイさんの左のところに、あ、これ画像を今上げていただいてるんですけど、スナパイさんの左のところになんかね、あのなんか言うなんかね、ま、曲がり角が見えますね。見えますね。もうピカクロスさん、どれこういうね名前が見えるとダメだって。やっぱあの右側これかわいそうなんですよね。タンクみたいなところにかすかに見える。本当だ、紫色のアイコンの横に、アイコンの左側にあります。まあこれえスナパイのアイコンの紫色の俺のアイコンの左下ぐらいにP が見える。あ、P のね、左下のね、下がるところが見えるんですよ。ほんとだ、足と給油管の間ぐらいのところに。やばい。でもやってるセンターからすると、この画面はセンターには見えてるんだよね。いやもう ここしか見えないです、この角、ね、角っちょしか。でもこれで特定しろは絶対無理。だってこの後すぐレポートしてピッて出るでしょ。さすがにこれで特定しろはちょっと難しいと思います。やばこれ。でも LG の E にも見えなくは。あ、そうだから誰かは分かんないけどって感じでした。だからあこれさ、視界外で見えるのがまずかわいそうなのと、あとピカクロスさんがカキさんぐらいの短さの名前だと絶対見えてないんで、多分これそれもかわいそうだなと思って位置的に折り出されますね。多分ね、もっと右にピカクロスさんいましたね。レポート時はもっとそれ以上右端ぐらいいましたよね。ストレージの右端、コミュニケーションの廊下ぐらいです。多分これ僕ですね、多分おそらく。え、コミュニケーションの廊下に行こうかぐらいのところだったんで、あのピカクロスさんは多分僕です。ああなるほど、ね、あそうだ、エリーさんなんですか。いやでも下から行ってましたよ絶対。下から。あ、じゃあピカクロスさんから、うん、これの直後にレポートだって僕が上から来たぐらいの感じかな。ピカクロスさん、はい、名前もうほんとこれがかすかにがずっと画面端に見えてて、で見ながらレポートって感じです。すげえな。